はい、今日は今どこにいますか？岐阜です。岐阜？ JR の岐阜駅に来ています。今日は第31節名古屋グランパス対サガン鳥栖の試合を見に来ました。なんで今日はグランパスの試合なのに岐阜にいるの？長良川でやるからそう、あの本来であればホームゲームっていうのはトヨタスタジアムでねやるんだけど、ラリーの開催があるっていうことでトヨタスタジアムが使えないということで岐阜県の長良川に来ています。初上陸です。初上陸しました。いや、僕自身も愛知県生まれで愛知県に長年住んでましたけど、岐阜駅に来ること自体は初めてで、後ろには織田信長公じゃ、織田信長公じゃ、はい、織田信長ゆかりの地に来ております。戦に参った今日今日は戦に参った。どうですか JR 岐阜駅の様子は？綺麗ですね。綺麗ですね。僕も初めて来たんだけど結構綺麗で、はい、今時刻は1時半、めっちゃ早く来たんですけど、まあ、せっかく来たんでね、なんか岐阜の美味しいものを食べに行こうということで、お蕎麦です。はい、蕎麦食べに行きます。まあ、ちょっとこっから歩いていくのはきつそうなんで、バスなんか乗って行こうかなと思ってるんですけど、お腹すいたね。戦の前に腹ごしらえじゃ、はい、腹が減っては戦はできぬということで、はい、それではそば食べに行きましょう。なんか雨の予報もあったけど絶対降らんね、これね。ね、絶対降らん。レインコート持ってくると必ず雨降らん。ねえ、夏日だった。お待たせしました。こちらトレーニングですね。わお。わ、すごい。ちょっと待って、これやばいよ。これちょっとやばすぎ。波。特大。バカみたいな。波と特大。まあいいや、めっちゃ腹減ったし、いただきます。あれすげえ。うまいわ、これやば。食べれる？いけるいける。波食べました。特大も食べました。そばだから食えたって感じです。もうなんか運動がてら歩く。歩いていいの？もはや途中まで、でも疲れたら乗るみたいな。そうしようか。じゃあ、うん、じゃあ頑張って歩こう。えいえい、おお。私たち夫婦はそばを食ってしまったので歩くことを決めました。 Google マップとまあ30分ぐらい。諦めるかもしれません。途中でバスに乗り込むかタクシーに乗り込むかするかもしれんけど、とりあえずチャレンジ。食後の運動だね。時間もあるしね。歩こう歩こう、私は元気。あれ、今日は歌わないの？歩く。もう疲れ切ってるね。疲れた。疲れた？蕎麦屋からめっちゃ歩いたね。30分歩いたね。なんか広島のグリーンアリーナみたい。そっくりだね。なんか見た目似てるね。ね、違う、影。あ、影か。おお。おお。ぽい。スタジアムっぽい。まだマティウスがいる。現在雷が鳴り雨が結構降っております。開演？開場時間か。開演じゃないね、開場時間もなんか遅れてね、みんな駐車場の下で、地下駐車場かな、
屋根のあるところでみんなで座ってね、おとなしくしてたね。はい、ということで今ちょっと落ち着いて5時なんですけど、5時になってなんか会場ですってなったんで、まあ、自由席の人から多分入ってると思います。まあ、僕らは指定席なんでまったり行こうかなと思うんですけれど、さっきグランパスの選手のバスが通りました。ねえ、バス通ったね、さっきね。注目選手はそれは久保藤次郎くんです。久保藤次郎くんに頑張ってほしいね、今日はね。あと森下くんも古巣との対戦ということで、今日のマッチデーキーホルダーにもなってたんで、うん、僕買ったけど頑張ってもらいましょう。はい、それでは中に入っていきます。入場します。入場します。うん、ここだった、日田コロッケ。うん、なんか急に寒いね。うん、コロッケ何個食べよう。4つ2人で4つ。うん、2人で4つ買おう。コロッケ4つ。はい、お待たせいたしました。はい、ありがとう。さあ頑張って入場します。
めっちゃ楽しい。